はい、どうぞ。じゃあ、一緒に、はい、どうぞ、一つずつ戻って。はい、ありがとう。秋空の青空が広がっています。紅葉が進んですっかり秋らしくなってき始めました。ここ大室です。この大室には古墳が500基以上ありまして、ここにある古墳館、それからいくつかの古墳がちゃんと見学できるようになっています。今日は初めて大室地区の皆さんが実行委員会を組織しまして、大黒古墳群祭りが行われている。今より第1回大室古墳群祭り開会式を始めます。大室には国の史跡になっております古墳がたくさんあります。この古墳をもとに子どもたちに思い出になるあるふるさとを作ってやろう、そして地域を元気にしてやろうという強い思いで、地域の一支部のご提案により祭りを実行することになりました。煙でしたよ。お母さんの菅里子様、そして長女の皆さん3年生です。今日はよろしくお願いいたします。こちらでは特管と綿あめが配られています。JA グリーン長野の寺尾支所の皆さんが協力しているところだそうです。大勢の人が並んで、皆さんいただくのを待っていますね。それではちょっと伺ってみたいと思います。今日どうですか、こういう催し物は。面白い。面白い。おいしい。おいしい。じゃあこれから何をやることになってますか。まがたま作り。まがたま作り、楽しみですね。うん、じゃあ今日一日楽しんでってね。はい。まがたま作ってるよ。作れる、うん、作ってみたい、うん、作ってみたいです。買ったよ。はい。それから古墳はもう見たことある。うん、何回もある。何回もある。今回のことについてはどのようにお考えでしょうか。ですね、この大室古墳群、まあ、そもそも地元の皆さんのお力でね、ここまで来たということであります、ね、おかげさまで入り口部分のエントランスゾーン、これで完成いたしまして、次のステップに向かうという段階であります。地元の皆さんがまた力を出していただいて、次に向けて後押しをしていただいているということで本当に嬉しく思っております。今日はね、大室古墳群祭りって開かれて今回初めてだそうですけれど、いかがですか。よかったです。よかったです、はい。今特化も食べてください。美味しいですか。美味しいです。そうですか。どうですか、一つ。 ありがとうございます。この古墳はね、よく見に来られますか。います。そうですか、この地元でいらっしゃるんですよね。そうそう、大室なんです。皆さんおはようございます。大きなお鍋で似てらっしゃいますけれども、これは何ができるんでしょうか。今日は古墳カレーを作ってます。はい。古墳というふうな名前がついているからには何か特別なことがあるんですか。ご飯を古墳の形に見立てて持って、はいはい、そして中にはマガ玉のような何かが入っています。それは楽しみですね、はい、マジックだ。マジックだ。何よ。あ、僕もある。ほらほら、おいで。ほら、なんで握りで割れんだよこれ。持っててあげる。ほら、みんなのこれ持ってあげる。ほら、おすげえ。ほら、これ着ないね。
ちゃう？やって。兄ちゃんも召し上がってますけれど、何入ってます？鶏肉と玉ねぎと、はい、とトマト缶と、はい、あと牛乳も入ってます。はい、はい、鶏肉のカレーで、はい、そうそう、大きい、あっちに大きいお鍋で入ってます。美味しいです。そうですか、美味しい。あ、よかった。今日はどちらからですか？長野市内です。長野市内。はい、でもこの地元ではないんですね。松代の？あ、待て。あ、ではない。ないですか。あ、じゃあ、どういうことでここへ？秋の新米に乗ってたんで、あ、はい、そうでしたか。あ、それは良かったです。なんかイベントもあるっていうから、う、ね、子供もいても参加できるかなと思って。そうでしたか、はい、ありがとうございました。いろいろ体験やっているところを回ってみたいと思います。こちらは火起こしの体験ができる場所ですね。少しちょっと見せていただきましょうか。はい、ちょっとやっぱりコツがありますかね。コツです ね、 ね、 そうですね。煙が出てきましたよ、ね、出てきた。ほら、ね、煙が出てきてる。よし、頑張れ頑張れ。あ、大丈夫。ほら、お、ね、煙、わー、すごいすごい。どうですか、うまくできたかな。あ、本当だ、いい形になってきました ね、 ね、これ何分ぐらいでできたかな、これ。30分ぐらい。そう、今日古墳祭りどうですか、楽しい？楽しいです。何をやりました、今まで。マガタガマ作りの他に、わたあめです。けん玉とかで、あと、けん玉とかわたあめとか食べました。お手玉とかマジックやった。お、やったの。うん、それじゃあね、古墳は見たことあるんだよね、みんな。うん、はい、はい。学校で見に来たのかな。学校でも見に来たし、うん、見たし、休みで見に来たこと。休みでも来たことある。そう、休みでも来たことあります。今日おじいちゃんとね、今日たくさんの人が来てるでしょ、はい、こういうお祭りはどうだろう。楽しいです。人がいっぱいいて、人がいっぱいいてね、そうですね、うん、またこれからもね、そうだね、うん、ボランティアもね、あのね、今日中学生もたくさんボランティアに来てるんだけど、みんなも中学になったらボランティアしたいかな。したい、うん、ね、兄ちゃんもやってるのでしたいです。したいですね、よかったですね、今日いろいろできてね。いや、あ、美味しそうだね。はい、はい、こちらは寺尾小学校の校長先生と教頭先生です。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、この今日本当に寺尾小学校のお子さんたちもたくさんおいでになっているようですけれど、こういった催し物はいかがでしょうか。地域のこの趣旨もそうなんですけれども、みんなのつながりをね、古墳を通して深めていくってことで、とてもいいことなので、寺尾小学校でも ここに参加するようにだいぶアピールして、はい、盛り上がっていけばいいなと思っています。はい、
校長先生も一言お願いします。あ、はい、あの校長先生もね、学校でこう寺尾のね、はい、宝物って何ってな話を子どもたちにされた時に、はいはい、この、 あの大室古墳の話もされて、これとっても大事な宝物だっていう、で今日ね、あの子どもたちと一緒にその、学園の方からお話聞いて、本当にそうなんだなってことをしみじみと思って来てよかったなと思いました。 ありがとうございます、はい、あの本当にあの学校での取り組みがやっぱりあの子どもたちのあれを左右するなっていうのは感じますので、またこれからも地域の方へのご支援、いろいろご支援もお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。ただね、なんだろう、なんだと思う、ライオン、ライオン、ラーメン、ラーメン、ね、お待たせしました。あ、今取り出したのはラーメンです。それでは、長野市埋蔵文化財センター係長の風間さんに、今日初めて行われました大室古墳群祭りについて感想等をお伺いしたいと思います。いかがでしたでしょうか。いや、あの私7年ほどこちら担当しておりますけれども、こんなにですね、たくさんの人がですね、あのいろんなことに携わりながら大室古墳館で楽しく過ごされている姿を見るのは初めてです。え、もうあのそれだけでもう地元の方々のですね、熱意とですね、努力が実を結んだ、もう大成功だったというふうに思っております。ありがとうございます。これで最後となります。ありがとうございました。